どうぞ。Thank you.
ダン。あ、弾かないの？ウクレレ弾かないの大丈夫？弾かない。なんかいいね、いいね。ピアノでお返しします。入所者のためにピアノ演奏でお返しします。ちょっと調子に出てきたな、調子ちょっと出てきたな。ああ猫怖がってない？怖がってない。この辺に置いて置かないから。何聞いてる？
があるやん、もうちょっとな。これですね。こっちやろう。これ映らないよ。映らないでいいよ。顔は映らないほうがいいよ。映らないよ。映らないほうがいいよ。顔のないペン。これは分かるね、これね、面白いよ、これはね。これ、コッパッカッパーの面白いよ。これも、チッチチフランが難しいな。この男からね。はいはい。
Maria Elena.
go of this day, I love you. Neither the cold, but the sorrow inside. There was never a man like my Shelley. Like you are, they call me Jennifer. Better again.私大っ嫌いだな、もみょうは全部捨てちゃう。ちょっと見てください。
バルさん抱いてるんですよ。あだからね、下に。あバルさんね。猫ちゃんによくないですもんの。だから下に戻ってる。よれ、まるちゃんどこにいたの？まるちゃん。ピアノ弾いてたのどこにいる？ここにいる2人。2人でいるの？誰2人でいるの？まるちゃんお友達できたの？友達ができたんですよ。あ下に行っちゃったの。隠れたね。今日もね、行ってみたんだけど、やっぱ手術なの。あそしてね、腸のね、2日とおっしゃってね。手術しか違うの。だんだんとずれていっちゃうのよ。いっぱいいるのよ、患者さんが。それで後回し、後回しね。それでこう、写真撮ると腸のね、ちょうど肛門の入り口に近いところなの。ことにしてる。そして一人の私は、ね、2回やったけど。痛くもそうしてないんだって。あれつけてなさる、人工肛門。いや、それつけてない。人工、なんていうの、肛門じゃなくて、なんだか。それがね、あの場所によってはつけなきゃいけないんですってね。そう渡里哲也さんみたく。だから、一人の先生はね、これでね、主治医の有名な先生がいらっしゃるの、一人。その先生がね、かかりきりなのよ、この人に、うちの人に。それでその先生がね、ご自分のこうね、ノートをご覧になって、手帳をご覧になって、何日の日に大丈夫ですって、19日になったの。そう、そして、それまで言うん？その先生はおっしゃらないの。そして違う先生に今日ぶつかったのね、違う先生。1日に4回も5回もこう行ったり来たり、行ったり来たりして診察してもらうのよ。話を伺うの。じゃあ別の先生もいらっしゃるのね。でその先生はね、これで先生、あの金田先生何もおっしゃらなかったですか、何もおっしゃらない、自信があるんだろうねなんて主人は言ってるの。平気なのよ。だから大丈夫なの。だからそれまで一生懸命仕事するって言うからしてもらうの、向こう行って畑仕事してもらわなくちゃなんでもないんですもの。あで便秘したんやね。便秘して、あ旦那さんも腸がんになられたの。あのポリープ、そうやって肛門に近く、どこにもね、あの転移はしてなかったの。その検査が長くて、この間も一日朝ね、ここ出ていくときが8時半頃から行ったでしょ。それで帰りがね、もう7時過ぎてましたもん。ずーっとつきっきりね。それで今度また今日もね、置いてさっさと来ようと思ったの。そしたら先生はね、奥さんいらしてくださいってこうおっしゃるのよ。なんでって私聞いたの。そしたら、いやご主人心強いからっておっしゃるの。心強いか知れんけど、私は忙しくてって言ったの。一人来てらっしゃる方たくさんおいでるからね、奥さん亡くなっていない方とかさ、旦那さん亡くなっておられない方なんて一人で来られてますもの。正しくなついてきましたよ。で心強かったでしょ。2回目にした2日前の日、前の日が2日。あんまりしんどなかったのね。そうですね。あのヒュッと取っただけ、ちょっとつまんで。だそれがつまんで取れるぐらいやったらよかったの。だからほら夏場すごい暑い時が続きま
ましたでしょ、うん、あの頃戸開けっぱなしでね、おトイレに、うちはどこもかも開けっぱなしなの、うん、そうしたら開けっぱなしでおトイレ入るからね、ちょっとその前廊下通ると聞こえるのよ、音が、通してる音が。だからお父さん、あの一回お医者さんに行ってるから、うん、薬もらいに行ってるから見てもらった方がいいわよったら、大丈夫大丈夫、僕はいいの、こういう体質だからって、一つも行かなかったの。だからその頃行けばご主人みたくそれで終わりだってね、つまんだら終わり。そう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 、それがね、我慢して我慢していたもんですから、大きくなったんだって、大きなっちゃった。だってこの親指ぐらいなのがこんなに、お邪魔してます、うん、あのおばあさん待ってるでしょ、 のありがとうね、まだ終わってる、通帳のほら、まあ終わってないもん、2時間経たないか、16日から行ってずーっとなんだかんだって2週間ぐらい入院だって、うん、そう言われてきた。本人は何でもないって言うから、あの悪性でなかったらいいけどね、悪性じゃないんですって、うん、今日取って検査したら、うん、で血液の検査がよかったら全部したのよ、うん、でどこも悪くないんだ。だからすぐ帰ってきますよ。ただね、私行くのが嫌なの、一人であっちまでね、うん、めんどくさい。だから私はね、どっか悪いかもしれないのよ、だけど一切お医者さんに行かないの。それで悪けりゃ、どっか悪けりゃ悪いで、そのまま持ってなくなる、死ぬから一切お医者さんに見せるの。通帳いるんだけど、もうごめんなさい、いや仕事の振り込み先の一緒に行く、